こと。農家の高齢化と後継者不足、それに伴う耕作放棄地の増加などで先細りとなっている日本の農業。少しでも活力を取り戻すためにはどうしたらいいのでしょう。例えばサラリーマンに農業をやってもらうことはできないでしょうか。それを実現するための方法論と実践を書いた本がこれ、堅農サラリーマンの力。著者の古谷富夫さんに松田学が聞きました。普通のサラリーマンがこういう形で農業に入ってくるっていう、まあ、それをなんか進められているということなんですが、はい、どうなんでしょう、これニーズが非常に大きいんでしょうか。もう今の若い人は農業に対してですね、はい、非常に興味があるということで、はい、まあ、ニーズだけじゃなくてですね、これから近未来的なトレンド的なものも加味されているのかなというふうに感じますね、はい、なるほど、はい、やっぱり若い人の価値観の変化とか、はい、そういうものも反映して、いわゆるものは十分あるけれども、もう少し違う生きがいある人生とか、自然との中で自分の生きがいを追求するとか、あるいはこの食というものに対する関心とか、その辺はどんな感じを受けておられますか。今言われた通りですね、やはり脳ある暮らしと人間の生き方としての価値観、それを脳に見出したいというような動きがかなりありますね。そうですか、はい、サラリーマンが農業を始める敷居を低くした南足柄市。実際にサラリーマンを辞めて農業に転職した方がいると聞いて、そのお一人を紹介してもらいました。久保寺康之さん、およそ20年間のサラリーマン生活から転身、今は農業だけで生活しているそうです。久保寺さんはもともと他の仕事をされていて、はい、そしてこのあえて就農しようという、はい、そういう志を立てて入られたんです、はい、それはどういうきっかけでこの世界に入ったんでしょうか。もともと飲食店へ勤めたこともあって、その食材っていうものにすごく興味があって、はいはい、でいずれかこの食材を自分で作ってみたいという、気持ちが、ありましたもんで、でじゃあいろんな食材ある中で、はい、何に一番興味があったかっていうと、やっぱり野菜だったわけですね、はい、うんうん、まあ、最近若い人なんかもですね、はい、農業に関心持ってる人がすごく増えていて、はい、自分はちょっともうサラリーマン疲れたから農業やってみたいなんていう人が結構多いんじゃないかと思うんですけども、はい、実際やられてみて久保寺さんどんなふうな。そうですね、私が就農を目指した頃っていうのも、やはり、都会の生活に疲れて田舎で生活をしたいとか、そこで農業を始めたいとか、あるいはサラリーマンの、生活に疲れて、悠々自適な、農民生活をなんて夢を見て就農を目指した方もたくさんいらした頃だったんですね。でまあ、私はそれとはまたちょっと違いますけれども、実際じゃあそういう気持ちでもって農業を始めて、そのまま農業を続けられた方っていうのが、1% に満たないくらいの実情らしいですね。成功率 1% 以下というサラリーマンからの就農。久保寺さんが成功できたのは、飲食店に勤めていた経験からはっきりとした目標を持っていたからでした。私がまあ就農したのが2010年なんですが、はいはい、まあ、これで4年目になったわけですけど、そうですね、栽培法としては、自然の力のみで、作物を栽培するという、自然栽培、いや自然農法という形で、農薬や、除草剤はもちろん、肥料、肥料というのは化学肥料とか、あと堆肥なども一切使わない農法ですね。私がこの農法を志すきっかけになったのが、やはりその作物本来が持つ味っていうのを出したいがために、まあこの農法をちょっと選んだんですけども、はい。でも久保寺さんの畑はなんだか雑草だらけで荒れているように見えます。実はこれこそが久保寺さんのこだわりだったんです。こうやって
草を生やしておくことで、土壌の中の微生物が活性してくれるわけなんですよね。その土壌にいろんな種類の草が生えてれば生えてるほど微生物が多様化するんですよね。確かに病気、病原菌が、あるいはあの害虫、まあ、特に害虫ですね、の住みかになったりはしますけど、でもその害虫を食べる天敵っていうのは必ずいるわけですよ。その天敵も、あの来てくれると、まあ、農薬とか化学肥料を、対応したことによって、その土壌のミネラル成分バランスが崩れてるのも事実だとは思うんですよ。はい、まあ、かといってそれを自分が否定してるわけではないんですけども、今の現在 その、農産物の流通を考えると、そういった化学肥料とか農薬を使った方がより安定した生産供給ができるわけですよね。だから成り合いとして考えれば、その道をたどった方が、私も多分今頃もうちょっと年収増えてると思うんですけどまあ現実辛いんですけど、いろいろ面で辛いことたくさんなんですけど、でも好きなことやらせてもらってますから、なるほど、まあ、そこですね。なるほど、はい、生きがい、やっぱり自分の生きがいを感じながら、そのあれですね、なりわいを得ていくっていうのが一番いいですよね。そうですね、はい。でも肝心の農作物はどこにあるのでしょうか。ちょっと探したらありました。こっちもかなりでっかいです。よく見るとあたりにゴロゴロ、見事なもんですね。それはね、いや、島オクラの赤いやつなんですけど、召し上がってみます。生でかじってみます。オクラ苦手ですか。このままかじるんですか。ええ、大丈夫ですか。そうですか。 こっちから。はい、美味しいですね。パリパリしてて美味しいです。畑で毎日かじってるんで夏バテ知らずです。久保寺さんはここで育てた野菜を契約レストランなどに直売して、とても喜ばれているのだそうです。私はこの南足柄市等々につきましては、まあ、東京に一番近い田舎という表現でよくお話をさせてもらっています。そういう面で、まあ、神奈川の農業は、PR 次第または、人を呼び込めば、あの都市的な部分と田園風景が相まってますので、魅力的な農業の展開ができる可能性が十分にあるところだと思ってます。そういう意味では担い手も呼び込みやすいですし、市場も確保しやすいということが、まずその通りですね。今日本は農業大きな曲がり角に来てるんじゃないかと思います。このままでいくと農業の就業者、まあ、平均年齢が65歳も超えてるんですね。このままでは10年後には農業に担い手がどうなってしまうんだろうか、まあ、この問題を解決しなければやはり食料の自給の問題とか、あるいは TPP の問題の前に農業をどうするかというのは私たち日本人全体が考えていかなければいけない課題だと思います。その中でやはり重要なのは、いかに若い方々、あるいはやる気のある方々に農業の担い手として参入してもらえるようにするか、その仕組みの最先端、皆さんどのようにご覧になりましたでしょうか。ぜひ私たちと一緒にまたこの日本の将来、神奈川からの挑戦、これからも取り上げて考えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。